はい、皆さんこんにちは、しゅんちゃんと青豆くんです。さあ、今回のテーマは面白いハプニング映像、記念すべき第10弾。それでは行ってみましょう。これワン、ツー、スリー。交通整理の人めっちゃ寝とるやん。なんかバランス取るのめっちゃうまいやん。あ、でもなんかだんだん傾いてきとるで。大丈夫なんか。ん、ああ、姉様さんと倒れるで。あいだーい。今ヘルメットなかったらあの世行ってもうたやろ。なんや、魚か。これ魚使って彼女の宙と勘違いさせるドッキリやな。でもさすがに魚臭いし気づくやろこれ。どうなるんやろ。ああ、チューした。全然気づかんやん。それどころか天国に行ったような安らかな顔しとるやん。ほんと気づかんやん、アホなんか。あー、やっと気づいた。この世の終わりみたいな顔しとるやん。あの幸せな顔はどこ行ったん。うん、あ、これまたドッキリやん。出てきたお姉さんびっくりさせようとしとるやろ。今日なんかドッキリ多いな。でもこれ無理あるやろ。このあっちゃん全然怖くないやん。まぬけな顔しとるで。逆に笑ってまうわ。お姉さんも笑ってまうやろ。お姉さんめっちゃびっくりするやん。こっちもびっくりしたわ。ジェイソンまでびっくりしとるわ。あ、いやこれあかんで。先生が生徒に手出したらあかんて。しかも女の子やないか。何しとるんこの親父。あ、またやっとる。いい加減僕も怒るで。先生失格や。痛い。女の子が何か悪いことしたかもわからんが、暴力はあかんやろ。お父さんお母さん呼ぶで。お父さんお母さん。ん、お父さんお母さんいらんかった。ウェイ、天罰や。ああ、これ空手や。お腹を打たれ強くするために鍛えとるんやな。そりゃ表情もこわばるわ。絶対痛いやろ。まあ鍛えとるから大丈夫か。うっ。いやこれ狙いずれすぎやろ。なんか恨みでもあったんか。お、ビキニの女性が出てきおった。あれ、ビキニの紐取れとるやん。あかあか、おっぱい見えてまうで。あ、これ犬が紐引っ張っとるや。犬あかんよ、引っ張ったらあかん。放送事故になってまうわ。ん。いやいや、引っ張ったらあかんて。あ、もう取れてまうわ、限界や。あ、でも犬収まったか。ん、あかんあかんあかん。首振りすぎて顔探さんなっとるやん。そんなに見たかったんか。僕も見たかったわ。なんやこれ、おなら、カップルの日常。え、マイクをケツに置いてどうすんの。さすがにこんなんタイミングよく出んやろ。ん、お、綺麗なお姉さん出てきおった。なんか怪しいおっさんも出てきたよ。先生か。あ、これ整体マッサージやな。うん、先生なんかバスローブ脱ぐよう言うとるけど。赤いよ赤いよ、脱がしたら放送事故やで。まあ、でも今んとこちゃんとマッサージとるやん。大丈夫そうやな。ん、あかんか、脱がしたらあかんて。あ、でも肩のマッサージか、気持ちよさそうやな。え、ああ、あかんよあかんよ。あ、水着みたいなのつけとるのね。肩のマッサージやからまあええか。うん、ああ、おっさん手入れたらあかんよ。色動画になってまうで。 YouTube に怒られるで。あ、でも肩筋のマッサージやな。それにしてもお姉さんめっちゃ綺麗やな。ん、え、おっさん何するん。お姉さんひっくり返したらあかんで。あ、もうちょっとやばいやないの。あ、ちょっと危ないな。青豆止めなあかん。え、興奮してる場合やないで。え、あ、もう限界や。ここでここで夢を見よう。明日のことは忘れてさ、近い未来越えてゆこう。二人の影が沈む沈むオレンジに、なぜか泣きそうになるけど、混ざる混ざる黄昏が